皆さん、こんにちは。今回は市川猿之助さんの自殺幇助事件と過去にささやかれた歴代彼女に関する話をご紹介しましょう。2023年5月18日、自宅で倒れた市川猿之助さんが救急搬送され、同じ自宅にいた父親の段四郎さんと母親が亡くなったというニュースが報じられ、世間に大きな衝撃を与えました。6月27日には、母親の自殺を手助けしたとして、市川猿之助さんが自殺幇助容疑で警視庁捜査一課に逮捕され、7月18日には、父親で歌舞伎俳優市川段四郎さんの自殺も手助けした疑いが強まったとして、父親に対する自殺幇助容疑で再逮捕されています。なお、事件当日は市川猿之助さんのパワハラ・セクハラ疑惑が報じられていました。2023年5月18日の朝、女性セブンで市川猿之助さんが共演者らにパワハラやセクハラをしていたこと、コロナ禍でパーティーを開催していたことなどが報じられました。記事によると、市川猿之助さんはこれまで後輩の歌舞伎役者やスタッフたちにキスをしたり身体をもてあそんだりと過剰な性的スキンシップを何度もしてきたといいます。市川猿之助さんからのスキンシップを拒否すると、俳優であれば舞台で役を与えられなかったり、スタッフであれば仕事を取り上げられたりしてしまうため、泣き寝入りするしかない人もいたとのこと。またコロナ禍で各業界が細心の注意を払っていた中、市川猿之助さんは歌舞伎役者や舞台俳優などを集め、頻繁にパーティーを開催していたようです。このパーティーでも自分の立場を利用して役者仲間にキスしたり一緒に入浴させたりしていたようで、市川猿之助さんのこういったセクハラ・パワハラ行為が常態化していたことが明らかになりました。市川猿之助さんの裏の顔が報じられ、驚きの声が上がる中、セクハラ・パワハラ疑惑報道から数時間後に、市川猿之助さんが自宅で両親と共に倒れているのが発見され、救急搬送されたことが報じられました。2023年5月18日の午前10時20分ごろ、市川猿之助さんのマネジャーが倒れている3人を発見し119番。この時点で市川猿之助さんの母親はすでに亡くなっていたとのこと。市川猿之助さんは意識が朦朧とした状態で、意識不明の父親市川段四郎さんと共に救急搬送されましたが、その後市川段四郎さんの死亡が確認されました。搬送時は意識が朦朧としていた市川猿之助さんですが、命に別状はなく翌日には退院しています。なぜこのようなことが起きたのか、さまざまな憶測が飛び交う中、市川猿之助さん本人の証言もあり、時間が経つにつれ事件の状況が明らかになっていきました。第一発見者であるマネジャーが自宅2階のリビングで発見した時、市川猿之助さんの両親はビニール袋をかぶり布団をかけた状態で並んで倒れていたといいます。猿之助さんは半地下のクローゼット内で意識が朦朧としている状態で見つかり、そばにはキャンバスに書かれた遺書があったそうです。スケッチ用キャンバスには、第一発見者であるマネジャーで俳優も務める男性宛に、愛する M 大好き、次の世で会おうねとスケッチ用キャンバスに書き残していた上、木下隆彦という本名で書いた遺書には、 M 氏を養子にして遺産のすべてを相続させると書かれていたらしく、話題になりました。なお、この愛する M はマネジャーだった石橋正隆さんなのではないかと噂され、噂市川猿之助さんが同性愛者だとも言われています。石橋正隆さんのインスタグラムには市川猿之助さんとのツーショットも投稿されており、仲は良かったようです。市川猿之助さんは事情聴取の中で5月17日に家族会議を開き、家族で死んで生まれ変わろうと話し合ったこと、自身がかねて処方されていた睡眠薬を両親が飲んだことなどを明らかにしています。両親が動かなくなったのを見届けた後、薬物のパッケージを自宅近くのゴミ置き場に捨て、午前7時頃に歌舞伎の舞台を
体調不良を理由に休むことを電話で連絡し、その後自身も睡眠導入剤を摂取したといいます。市川猿之助さんは首を吊ろうとしたものの、意識が朦朧としてきて、気がついたら病院にいたそうです。市川猿之助さんが両親と一家心中を図った理由は、週刊誌女性セブンが報じた自身のパワハラ・セクハラスキャンダルだったとされ、週刊文春など各メディアの取材によると、市川猿之助さんは17日20時に自宅で両親と共に食事し、週刊誌にあることないこと書かれ、もうダメだ、すべてが虚しくなった、全員で死のう、生きる意味がない、寝ている間に死ぬのが一番楽だろうと提案したそうです。両親の司法解剖の結果、体内からは睡眠導入剤サイレースなどの成分であるフルニトラゼパムが検出され、向精神薬中毒が死因であることが判明しています。タイミング的にパワハラ・セクハラ疑惑の記事が出ることを苦にし、一家心中を図ったものとみられています。市川猿之助さんは、薬物を摂取した両親が意識を失うのを見届けた後、二人に白色のビニール袋をかぶせています。二人の死因はビニール袋をかぶせたことによる窒息死ではなく中毒死であり、薬物も自身で服用したとされていますが、市川猿之助さんが睡眠薬やビニール袋を用意するなど自殺を容易にする援助を行っていた場合、自殺幇助罪に抵触する可能性もありました。また両親も同意の上での一家心中で証拠隠滅を図り、市川猿之助さんだけが助かっている状況から、さまざまな憶測が飛び交い、市川段四郎さんは認知症が進行していたとのことから、母親と同じく自殺幇助容疑で逮捕となったことに対しては疑問視されており、実際には自殺の意思はなく殺人に当たるのではないかとして物議を醸しています。初公判が20日に行われ、検察側が懲役3年を求刑しました。初公判に黒のスーツ姿で出廷した市川猿之助さんは、職業を問われると歌舞伎俳優ですと答え、起訴内容については間違いありませんと認めました。これに対して検察側は、被告の責任は重い、両親は自殺の意思を有していたものではなく、被告の気持ちを汲み自殺を決意した、両親に与えた影響は大きいと指摘して、懲役3年を求刑。市川猿之助さんは執行猶予付き判決を求めて即日結審し、11月17日に再公判。裁判官は、自殺幇助を選択したことは短絡的で、当時は被告の思考が自身の立場などを踏まえ狭いものとなっていたことを前提としても、経緯や動機に組むべき事情が多いとは言えない、刑事責任は軽視することはできないとしながら、市川猿之助さんが後悔の言葉を述べて反省の態度も示し、前科前歴もないことや関係者が更生を支援する意思を示していること等を考慮し、懲役3年執行猶予5年の有罪判決を下しました。この判決を受けて市川猿之助さんは松竹を通じてコメントを発表し、両親の自殺を手助けしたことについて、失意のどん底で決意したこととはいえ、常に自分を見守ってくれた父と母を巻き込んでしまったこと、そして歌舞伎界を含め多くの皆様に治癒しがたい傷を負わせてしまったことに対し、言い表せない罪を感じています。自分の記事が世に出るとき、そのこと自体により四代目猿之助を継承した自分が、猿之助という名前のみならず、歌舞伎界という大きな伝統と文化に対し深い傷を与えてしまうこと、また成長を歩み続けている猿之助一門のみんなを暗闇の中に放り出すこと、その現実の大きさから自死を選んでしまいました。どん底の中で生きながらえることを選ばなかった、自分の弱さを責めるしかありませんと後悔の念を綴り、当時は自殺することしか考えられず、自分の精神状態の異常性すら理解できない状況に陥っていましたとしています。また事件後は毎日あの日のことを思い返し、死んでしまいたい、明日命が終わっていないかと
思うこともあったものの、周囲や病院関係者の助けでその気持ちも収まっていったと明かしています。2023年7月には保釈されて、心中事件を起こした自宅に戻り隠遁生活を送るようになったとか。ペットの子犬を飼い始めたらしく、生き物の世話をすることで自分も生きていると実感できるようになればと考えてのことかもしれません。先代の三代目猿之助である市川猿翁さんが体調を崩した2003年頃、猿翁さんは飼い犬を手放さざるを得なくなり、保健所で処分するという話も出たのですが、それを猿之助さんが必死に止めたことがありましたと松竹関係者が振り返ります。幼少期から動物が大好きだった猿之助さんは、澤瀉屋の後継者として特別な環境で育てられた箱入り息子でした。周りの人々に支えられながら育った人生を歩んできたからこそ、今になって自分が生き物を支える立場になることで他者を支える喜びを求めているのかもしれません。しかし猿之助さんの苦難はまだ終わっていません。2023年2月に行われた澤瀉屋のお家芸である歌舞伎スーパー歌舞伎の公演では、猿之助さんが俳優の市川團子さんの指導を務めましたが、猿之助さん自身が歌舞伎役者として舞台に復帰するかは未定です。また心中事件に伴い出演予定だった映画緊急取調室ザ・ファイナルの主演天海祐希さんの撮り直しにかかる費用についても、猿之助さんが賠償責任を問われているといいます。そのため現在、猿之助さんは生活費と賠償金に充てるため、自宅に保管していた浮世絵や仏像などの骨董品の売却を続けているそうです。以前は自宅に保管していた大量のコレクションに囲まれた生活をしていました。売却を続ける現在はその数も少なくなり、自宅の中は殺伐としていると聞きますと松竹関係者は明かしています。市川猿之助さんが起こした心中事件から1年が経過した2024年、市川猿之助さんは表舞台に姿を見せていません。週刊フラッシュの2024年5月21日号で綴られている歌舞伎関係者の話曰く、髪は伸び放題で俳優の面影はないのだとか、本業である歌舞伎役者への復帰は執行猶予が明けるまで認められていません。定期的に支援者が訪れて励ます予定ですと関係者は話しています。実際週刊フラッシュは5月上旬猿之助さんの事務所関係者2人が自宅を訪れる様子を目撃したのだとか、歌舞伎界が手を差し伸べてくれたことで精神的には随分落ち着いたようです。今の問題はズバリ金欠です。猿之助さんは趣味で集めていた骨董品を売り払いましたが、まだ経済的に苦しい状況にあるようです。そこで関係者の間では懺悔録を執筆するつもりだと聞きました。なぜそこまで追い詰められたのか、当時の心境はどうだったのか、全てを赤裸々に語れば世間の共感も得られ収入にもなりますねといった仰天のプランが練られているそうです。一連の騒動でネット上では、週刊誌同行を以前から計画してて実行する機会伺ってたんだろうなとしか、どう考えても殺人罪だろう、つまり親に睡眠薬を持って殺し遺書もない状態で心中だったと嘘をつけば執行猶予で出てこれて遺産奪えるんだね、模倣犯出るねこれと、自殺幇助ではなく計画殺人だという意見が多く寄せられていました。なので一家心中を暴露本にしても火に油を注ぐ結果になるでしょうね。余談を少し話しましょう。市川中車さんは1月28日に故市川猿翁さんとその弟で叔父にあたる市川段四郎さんを追悼する澤瀉屋送る会に参列しました。この会では市川團子さんも同席していました。市川中車さんは報道陣から市川猿之助さんがこの追悼会に出席していたかどうかを質問されると、もちろんお話もしましたしお知らせもさせていただきましたが、ご遠慮したいという気持ちがあって欠席でございましたと明かしました。市川猿之助さんは
出席を遠慮したようです。2024年2月から新橋演舞場で上演されるスーパー歌舞伎大和猛に市川中車さんの息子である市川團子さんが出演。市川中車さんはこの作品について、その役を演じた主役の人が次に演じる役者に香典で伝えていくというのが歌舞伎界の常でございます。その意味では父が作り上げた大和猛を12年前四代目市川猿之助が初役で務めた時に、事細かに決まり事から含めて聞いたのは4代目です。その聞いたこと、確認したこと、父から4代目に伝わったこと、これを市川男子に役者として下ろし話を伝えていくという作業はしていただいておりますと説明しました。つまりかつて猿翁さんが確立したこの作品の大和猛役を2012年に市川猿之助さんが演じた際に、猿翁さんから市川猿之助さんへと作品の細かい決まり事などが講伝され、その市川猿之助さんから市川團子さんへ演目の内容が引き継がれたのです。市川中車さんはさらに、すべて歌舞伎界の常にのっとってやらせていただいております。そのことは松竹とも確認しながら、了解を取りながらやっておりますと続けました。このように歌舞伎の演目を次世代に確実に受け継いでいくため、歌舞伎界の慣習に従って作業が進められているそうです。さて話題を変えましょう。市川猿之助さんは結婚していませんし、子供もいないようです。ただ過去に数々の女性との間に彼女説がささやかれました。市川猿之助さんの彼女と噂される一人目は大和田美穂さん。大和田美穂さんは岡江久美子さんと大和田漠さんを両親に持つ女優さんです。2014年に一般男性と結婚し、2018年に離婚されています。市川猿之助さんと大和田美穂さんの2人は2007年の大河ドラマ風林火山で共演しました。それがきっかけで交際が始まったのではないかと言われています。熱愛報道が出た時に市川猿之助さんは、仲のいい友人としてお付き合いさせていただいていますと交際を否定していました。市川猿之助さんの彼女と噂される2人目は蓮佛美沙子さん。市川猿之助さんと蓮佛美沙子さんは2008年のドラマ七瀬再びで共演しました。ドラマ内でのツーショットが多く、交際しているのではという噂が立ちました。しかしプライベートのツーショットや目撃情報はないため、交際関係はなかった可能性が高いでしょう。市川猿之助さんの彼女と噂される3人目は蒼井優さん。市川猿之助さんと蒼井優さんは2010年のドラマ龍馬伝と2011年のドラマその妹で共演しました。共演者キラーとして有名な蒼井優さんとは共演しただけで噂が立ちました。しかしプライベートのツーショットや目撃情報はありませんし、蒼井優さんは2019年6月3日に南海キャンディーズの山里亮太さんと結婚しています。市川猿之助さんの彼女と噂される4人目は福山雅治さん。市川猿之助さんと福山雅治さんは2010年の大河ドラマ龍馬伝と2019年のドラマ集団左遷で共演しました。市川猿之助さんは福山雅治さんのファンを公言しています。福山雅治さんが結婚した際に市川猿之助さんが結婚相手に嫉妬してたことは歌舞伎の世界で有名。ただ冗談交じりの話であって、本気で嫉妬していたわけではないでしょう。その他2021年に上演した舞台藪原兼業で共演した三宅健さんや、2022年のドラマ最初はパーで共演し、市川猿之助さんと高額なスウェットをペアルックで着ていたことから彼女説が濃厚になったジェシーさんなどがいます。今回紹介した市川猿之助さんの自殺ほう助事件と過去にささやかれた歴代彼女に関する話はここまでとなります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。
それではまた。